皆さんどうもこんにちは、キャベツです。今回ご紹介するのはゲームにおける怖い都市伝説。なんやかんや都市伝説ってみんな好きですよね。ということでいきましょう。新女神転生すぐに消せ。こちらスーパーファミコン版新女神転生で電源を入れた際、僕たまに蒸気のように画面いっぱいにこのようなすぐに消せと表示されるという都市伝説。2チャンネルのレトロゲーム版レトロゲームの怖いバグ、2シーン目で開発者らしきものが初期ロットのみに存在する隠し要素で 65,536 分の1の確率で発生すると語り話題になりました。ただ実際にはこれはネットで広まっただけのただの噂であり、実際に起きる現象ではないとされています。しかし女神転生2作成時には様々な不可解なことが起こったそうです。夜スタッフが作業していると、突然ファックスから日本語でも英語でもない謎の文字列がプリントされたものを永遠と剥ぎ出したり、デザイナーが悪魔のドット絵作成中に限ってフリーズしたことでお祓いに行くなど、ゲームは完成しましたがユーザーに何かあるとまずいという話になり、そこでゲームにはお札をつける話に。しかしそれは実際できないため、ユダヤ教系の守護魔法陣を採用し、その守護魔法陣が電源を入れた時に出てくるようにしました。また今作はストーリー冒頭で井の頭公園で女子高生の殺人事件が起こったと明かされていますが、ゲーム内の井の頭公園はバラバラ殺人事件により立ち入り禁止となっていました。そして実際今作の発売1年後の1994年4月23日に井の頭公園でバラバラ殺人事件が発生。なんとこの事件がゲーム内で予言されていたというのです。もうパンドラの箱は開いちゃったってこと。これからさらに様々な不可解な事件をご紹介していきたいと思います。じゃあ行こうね。ポケットモンスター赤緑黒、皆さんご存知のポケモン、ポケモンブラックバージョンは海外では有名な都市伝説。そんなポケモン初期のカラーは赤緑、そこに加えられる黒。この黒とはある人がフリーマーケットで売られていたソフトで、普通のポケモンとは違う恐ろしいストーリーが収録されていると言われています。本作はゲーム序盤に人影、ゼニガメ、不思議種の3匹から選ぶのですが、一方のポケモンブラックはそれら3匹に加え、もう1匹が選択肢に加えられているのです。それがゴースト。ゴーストといってもポケモンの一種のあるゴーストではなく、シオンタウンのポケモンタワーに出てくるあの幽霊のような謎のポケモン。このゴーストはどれだけレベルを上げていようと呪いの技しか使えないのです。呪いを使うと通常のポケモンの鳴き声よりも低い声が流れ、画面が戻ると相手モンスターが消え去っています。対戦でこのゴーストを使った場合、相手側には怖すぎて攻撃できませんと表示され、コマンド入力ができなくなるそうです。この点もポケモンタワーの幽霊と似ています。さらに消えるのはポケモンだけではありません。ポケモンにはそれぞれの町や都市にジムリーダーが存在し、ストーリーを展開させていくにはこのジムリーダーを倒していく必要がありますが、もしこのゴーストを使用しジムリーダーを倒した場合、そのジムリーダーは消え、その場所に墓標が立つといった不謹慎極まりない仕様になっております。これらの特徴を鑑みると、相手の攻撃を封じて無条件に勝てる最強のポケモンのように思います。楽に勝てるので、ジムリーダー戦や四天王もこのゴーストのみで勝ち進むという人が多いでしょう。しかしそれをすると恐ろしい結末を迎えることになるのです。まず四天王を倒すと、通常通り殿堂入りポケモンの紹介が始まりますが、その後そして時は経ちと表示され、ポケモンタワーで一人の老人が墓標を眺めているシーンが映し出されることになります。その老人は通常の半分以下のスピードで移動し、ポケモンの所持数はゼロ。そして老人以外に人間のキャラもポケモンも出てきません。そう、老人がいるのは人もポケモンも全て消え去った墓標のみが点在している世界。エンディングが終了し、再び主人公の家に戻ると画面は暗転し、呪いで倒してきたポケモンやジムリーダーが表示されては消えるという謎の演出が発生。この時にシオンタウンの BGM が半分以下のスピードで流れ続けるそうです。こわミスト。1993年にパズルアドベンチャーゲームミストが発売されました。ゲーム内容は本の中の世界ミスト島に迷い込んでしまった旅人がヒントを頼りに島を探索としていくというもの。難易度は高めで、ヒントだけではクリアするのが非常に難しく、想像力や発想が求められるゲームです。そして数あるヒントの中にある予言をしていたのではないかと噂されているものがあるのです。それがジャニワリー17、5時46分、135という2つのヒント。
こちら本作に登場する島の中にあるプラネタリウム内で見つかるゲーム内のヒントであり、その中の図書館を探索していると、図書館の上にエレベーターで登る際このヒントが見つかります。一度見てみましょう。ジャニワリー70 5時46分、日本語に訳すと1月17日5時46分。この日にちと時間、実はこちら阪神淡路大震災の日にちと時間にぴったり一致するのです。また今作では角度を示す望遠鏡を除く謎解きが存在し、望遠鏡を覗いて辺りを見回してみると135度の地点で妙に光る物体が存在しています。この135、またもや阪神淡路大震災とのつながりが存在しているんです。阪神淡路大震災は北緯34度、東経135度を震源として発生しました。まあもし偶然だとしてもちょっと怖いですね。まあ信じるか信じないかはあなた次第。プレイステーション2み、まずはこちらをご覧ください。ででん、こちらはですね、プレイステーション2のメモリーカードに突如現れたセーブデータ、そのセーブデータのファイル名がみ、なんかシュールですけどね。こちら2チャンネルにてスレッドが立ち、スレ主が投稿した写真となっております。当初は破損ファイルやバグなのではという憶測が流れましたが、ソニーに報告されているバグなどではこういったものはなく、もしバグだとするなら不特定多数のプレイヤーがこのバグを知っていたはずであることから、この線は消えてしまいました。スレッド内では核心に迫ろうとする人たちが動きを見せていましたが、とにかくデータを解析しようということで、解析できる人にこのメモリーカードを送付したようです。しかしここで事件が起こりました。メモリーカードを受け取った人の会社にトラックが突っ込んだ。まさかの展開。解析者の会社に被害が出るというメモリーカードから大きく飛躍してしまった事態になってしまったらしいんです。結局身の正体は分からずじまい、この世には知ってはいけない事実があるとでも言うのでしょう。つなかゆり子、主人公の名前を変えられるゲームで、主人公の名前をつなかゆり子にするとゲームで何らかの不吉なことが起きるらしいのです。不幸の内容は様々で、事故にあったり原因不明の病気になったり霊障が襲いかかったりするなどなど、発生条件や終わらせ方がはっきりとしておらず、何が起こるかは分かりません。そして何よりもつなかゆり子という人物は一体どこの誰なのか。この都市伝説の発端は5チャンネルにおけるオカルト版の誰かアニメの都市伝説を教えてくれというスレの2011年11月29日の書き込みが始まりです。その後さまざまな場所からつなかゆり子に関する書き込みがあり、みんな一様に視線を感じると答えていました。しかしその視線に対する対策としてギャランヌと叫びまくると視線が消えるとの情報もあり、なんかよくわからない情報になっております。絶対プレイしてはいけないゲーム、手紙。こちら幻のスーパーファミコン用のゲームとして名を残していたサウンドノベルタイプのゲームとは言っても、ロムカセットが存在するわけでもなく、データだけがインターネット上で出回っているといった幻のゲーム。内容はコピーソフトで遊ぶ主人公が突然怪奇現象に巻き込まれるという内容ですが、この手紙のゲームの話は実際にプレイした人が行方不明になったという実話を元に作られたと。このゲームを発見したのはまたもや2チャンネル見、プレイ日記のように掲示板にスレッドを立てましたが、ゲーム途中スレ主がいなくなり、また他のスレを見ていた住人たちもほとんど消えることに。翌年再び同じようなスレがまた立ちましたが、またしても書き込みしていた人たちが消息を絶ちといった具合だそうです。ゲーム内でホワイトアウトパークが起きるとやばいという話が出たりなど、様々な謎が残るこの手紙、見つけたらご報告をお願いします。ということでいかがだったでしょうか。怖い話をしてると悪い奴らが集まってくるってよく言いますよね。多分あれってなんか陰の空気が漂ってるからやと思うんですよね。やから強制的に陽の空気にすれば霊的なもの寄ってこないと。だったらお前ら視線を感じた時には四つん這いで全裸になって白目向きながらケツ叩いてギャランドゥって叫べ。ということでこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、インスタグラムやツイッターもやってるんで登録お願いします。じゃあ次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほらまた。